球金メダルの水谷選手。日本の国旗が一番上に上がって、君が代を聞けてるとき、本当に誇りに思った。がネットで話題。内容はこちら。水谷隼選手が、東京五輪で金メダルを取った瞬間の思いを吐露したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。これまで辿ってきた長い道のりを、水谷は試合後の記者会見で、こう語った。今まで世界卓球、そしてオリンピックでメダルをたくさん取ってきたんですけど、どれもが銀メダルや銅メダルで、日の丸をてっぺんに上げることができなくて。今日、日本の国旗が一番上に上がって、君が代を聞けてる時は、本当にアスリートとして誇りに思いましたし、最高の瞬間です。水谷選手、感動をありがとう。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。いいこと言いやがって。通りで金メダルを取るわけだ。日本最高だな。マジ誇らしい。いいね。日本を愛し、日本に愛された男。めっちゃ誇らしいですね。次はこちら。さすが水谷。さらにおパヨを煽っていくスタイル。ここ最近で一番綺麗な煽り。煽ってて草。日本人の鏡ですね。次はこちら。フェミさんとパヨさんが泡吹いてると思う。またパヨクの言論弾圧が炸裂するぞ。水谷選手の鋼のメンタルにはもはや敵なしですね。最後はこちら。素晴らしい試合をありがとう。ただただこの言葉につきますよね。多くの日本人が水谷選手と伊藤選手の金メダル獲得に感動しました。本当に素晴らしい試合をありがとうございます。結論。水谷隼選手はとある国から誹謗中傷を受けていますと告白しています。しかし、そんな告白に対しても、さらに上から誹謗中傷が飛び交う始末。とある国の皆さん、そんな醜く恥ずかしい愚行は今すぐやめて、素直に金メダルに感動しましょうよ。そんなネガティブな感情で生きていて楽しいですか？もっとポジティブに生きましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。